人材版タイガーファンディング、虎の楽屋トーク。人材版タイガーファンディング、虎の楽屋トークです。今回なんと人材版初の女性の志願者、でしたね。でした、だから僕ね、女性と喋るの結構苦手というか緊張したんですけど。本当ですか？人材さんも喋ってました。いやいや、僕なんか言うことがあんまなかったなっていう感じがちょっと反省点でしたね。喋ってましたよ。いや採用っていうよりもどっちかって言ったらなんか一緒になんかできることないかなって頑張ってみたんですけど、出なかったっす。水野さん、やっぱりね、同じ女性ならではの視点といいますか、いろいろ切り込んでいらっしゃいましたけど、いや、まあ本当多分いい人なんだろうなっていうのがすごいね、多分皆さんそれは分かってたけど、確かにまあ相性がねちょっと局所的ではあったんですけど、まあすごくあの頑張り屋さんだなと思うんで、何かしらまあ谷口社長通して先ほど話したんですけど、さっきね、あの裏の方でちょっと話させてもらったんで、まあこの動画見る前に裏見ていただきたいんですけど、ちょっとねジャストアイデア的な感じで、うちのエステ店とあのエクシアさん、コラボ店みたいなものを麻布十番に作って彼女に運営してもらったら面白いんじゃないのか、そこをリカルドさんとかが集客支援とかいろんなこと手伝ったらもっとバズるんじゃないのみたいな感じなんで、せっかくねご縁なんで、そうですね、うまいことやっていきたいなと思ってますけど、リカルドさんどうですか、イケメン。いや、イケメンは毎回イケメン言います。違う、さっきね、あのなぜどこで出会ったんですかみたいな、イケメンイケジョが集まるような、なんかこう、そうだよ、港区系、はいはいはい、だからやっぱりイケメンの周りはイケジョなんですねとか言ったら否定しなかったんですよ。だからもう自分のこと確実にイケメンってこう、まあ、ナルシストじゃないけど思ってるタイプじゃないかなって思って、僕ちょっと嫌な感じ、まあ、どうでもだよ、否定した方がやっぱ潰しにしてる、イケメン潰し楽しいです。そんなイケメン、いや顔が言ってりゃいいんだよ、イケメンいじめて楽しいか、イケメンいじめて楽しいか。ちなみにどちらの国の血が入ってるんですか？僕スペインとハーフですね。おお、なんかそこでも、それも違うね。いいな、スペイン。いや、そうです。だからさっきの、まあ、サキちゃんって、僕サキちゃんって呼んでるんで、はい、あれなんですけど、それこそシングルマザーみたいな、僕もシングルマザーなんですよ。お母さん。そうです、そうです。僕もです。あ、本当です。僕もです。なんでなんかすごい気持ちも分かるし、なんか強いなと思ったんで、しかも収益も出てて集客強いって、もうあとはオリジナリティとアレンジちょっと加えたらすごい伸びるんだろうなってめっちゃ思いましたし、で結構出来上がってる、ある程度こっから伸びていくっていうのが見えてる候補者だなっていうのはすごい見て思いましたね。で僕毎回トラで出てくださいって言いながら、その後うんと思うんですけど、トラハッピーって基本絶対採用しないじゃないですか。え、そんなことないですよ。いや、今まで1回もありました。いや、社長ファイトクラブでもう19歳採用してますから。それは何採用したんですか？いや、将来性、ちょっとまあ相性とかっすよね、やっぱね。僕はなんか特化しすぎてるんで、ちょっと今そこはちょっと相性悪いかもしれないですね。ここはクソ上がしていただきながら思ったことは、これ絶対司会の方がいいなって思っちゃったんですよ。というのは、今回やっぱり岩井主体が、はい、まあ途中でボードを取って、うん、まあ、6人目の虎として出せるじゃないですか、はい、あれって、まあ、例えばこう年収を書く場合でも他の人間の年収を見て、例えば360万だったら360万1円とか書けようかことが書けるわけじゃないですか、セリみたいな感じになりますね。今後はだから主催でありながら語学太郎もしながら、ちょっと司会者もしながらみたいなのをちょっと今後はね作戦的にやらせてもらいたいなって思った、うん、なんかちょっとあのシーンを見ててね、やっぱ上納金払っててもああいう感じになっちゃうんだったら、ちょっとやっぱ極道の世界って厳しいなと思いました。ややこしいから岩井さん怒るで。怒っちゃいますね。まあちょっと本人ね、いないから、まあこんなこと言ってふざけちゃうんですけど、めっちゃ言ってるんですよ。歌カメラのこと言ってるんですよ。どうですか、主催。まあ、人材版で結構な回数で採用するボード出していただいて本当にありがたいんですけど、見事全て振られていらっしゃるわけじゃないですか。煽ってくる。いい、じゃあ、はい、お願いします、はい、いや、人材版タイガーファンディングって結局のところ、いやいやいや、谷本さんの会社に人を取るためにあるだけで、とんだ茶番だね。茶番。いやいや、え、全部取ってるんですか？違いますよ、全部振られてます。大野健生さん見てください。大野健生さん、僕は司会やらせていただいて、6人目にならなかった。その中で、岩井主催とラファエルさん、はい、で、茂木社長が出されて、いや、大野健生はどうでもいいんだけど、他の3人全部、田野さんと持ってったでしょ。そうですね、はい。これ、ずっとこれが続いたら、人材版どうよ。いや、初めじゃないですか、まだ、まあ、この企画が始まって、まだ1ヶ月、2ヶ月しか経ってないんで、やっぱり、採用する虎がいないといけないなと思って、まあ、とにかく、まあ、採用基準をちょっと下げながらでも採用するボードは出す意識はしてるんですよ、うん、サービスですよみたいなね。ただ、うん、僕の中で大野さんはちょっと出せなかった、うん、多分ね、裏でね、もう繋がってんの。いやいやいや、裏で繋がってる。僕にそんなこと言ってたのに裏で繋がってるんですよ。最後は俺がこれ
出すから、あのうち来るんやでみたいなこと。ああ、本当に最後の谷さんな。そんなやらそうやってるやったら演出か。そう、あの、あそう、あれも演出か。聞いてください、聞いてくださいよ。なんていうか、これが血で血を洗う争いってやつか。なんか怖いな。主催をいじめて楽しいか。やめろお前らそれやるの。あのトラとして、はい、まあね、あの1回目、2回目じゃないですか、はい、そうです。お二人もなんかこう昔から出てるかのように、いや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 、全然そんなんだ、すごいです、すごい、すごい喋れました、ね、本当ですか、はいはい、よかったです、よかったです、よかったと思います。ちょっと彼がいながら多分ね、僕男前で選手したんですよ。いやいやいや、夢はこうね、大丈夫です、いやけど本当に喋れてましたよね、はい、よかったです、よかったです。でもなんかいい人材が来てましたっていう印象でした、うん、僕は2回あの受けてみて、なんで本当にあの、はい、ね、あの林さんと岩井さんにその後に丸々版、ね、始めるよって時に人材版バズらないやろなと思ったんですが、採用っていう部分で、はい、あんな優秀な人材採用させてもらえるんやったら、まあ、人材紹介されてたら一人紹介してもらって100万200万払うの当たり前、はい、そうそうそうです。それで考えたら僕ね得してるんです。だって本当年収の 30% とか。そうです、そうです、そうです。なんで、はい、正直言うと企画のね、そのマキが採用した時とかって、うん、めっちゃお得だな。そうなんです、むしろ最初は僕の得なんです。いや、そうなんですよ、はい、僕も思いました、それは。だからやらせてもらってなくて僕はソロ版を弾いてるだけという形で、まあ、今回はトラの楽屋トークでした。ありがとうございます。イエス、ありがとうございました。ありがとうございます。人材版タイガーファンディング始まります。トラも志願者も募集してます。詳しくは概要欄から。